ドウ様、どうかなさったのですか？なんだか難しい顔をされています。人間は愚かな生き物だ。え？シャドウ様キングダムが覇権を取り、より良い世界となった。だがそれを理解しない者がいる。まさかシャドウ様キングダムの崩壊を目論む反抗勢力が現れたのですか？ああ、我が首を狙っているらしい。なんて愚かな。シャドウ様に逆らうなんて許せません。見つけ次第排除しましょう。シャドウ様のためなら私。ベータ。何？なんで驚いてるの？いえ、何でもありません。皆さん戻ってきたんですね。これでひとまず東側の制圧は完了です。西側のアルファさんたちと合流する前に少し休憩を取りましょう。皆さん、お水をどうぞ。怪我をしている人がいたら言ってください。リリが治療しますので。オリビエさん、怪我はありませんか？ない。自分よりもあいつを見てやれ。大したことないわ。オリビエが前に出てくれたから継承よ。継承ねえ。何よ。替えの服に着替えてるし、少なくとも服はダメになったんだろうなって。切り裂かれた？それとも返り血？両方よ。替えの服があってよかったわ。ま、一着は台無しになったのは残念だけど。この時代の服気に入ってくれて嬉しいわ。この格好をしていれば周囲に溶け込むことができるしね。うんうん、とってもお似合いよ。クレアさん可愛い。可愛いは置いておいて、見た目だけではなく機能的な服よね。わかります。とっても可愛いデザインですよね。だから可愛いとかそういう問題じゃ。いえ、毎日身につけるものですし、シャドウ様に好意的に見てもらいたいですし、大事な問題ですよ。好意的って、というかシャドウは誰？はあ、生き残りがいたのか。オリビエが気づかないだなんて。気配を消すのがとてもお上手なんですね。待ってくれ。戦うつもりはない。降参する。命乞いは無駄だ。一瞬で終わる。あの、戦意はないようですが。いつも言ってますよね。嘘かもしれないし、本当だとしても心変わりするかもしれない。何にしても生かしておくメリットはないって。それは、はい、わかりました。なんで？ベータさん。シャドウ様のためですから、やるべきことはやらないといけません。だからって急に。まさかベータが手にかけるとは思わなかった。急にではありませんよ。私たちはずっとシャドウ様のために動いています。それはそうだけど。何にしてもよくやってくれました。あなたのような優秀な人材がこちらにいて、アルファたちは大丈夫でしょうか？あちらにはノンナとルージュがいますけど、戦力的にはこちらより劣っていますよね。無用の心配だね。アルファ様がいれば問題ない。そんなに信用できるのか？まあね。何か問題が？別に。ただアルファが強いのは認めるが、それより強いシャドウだったか。彼はディアボロスに負けて死んだんだ。過信はするなよ。は？シャドウ様が死んだ？